コンの部屋が始まります。はい、お元気ですか。はい、もう2015年も10月の第2週目となりましたけれども、フジコの部屋はなんと106回目の放送となります。はい、そんなわけでございまして、今月の10月23日フジコのバースデーワンマンライブに向けてですね、着々とフジコ頑張っておりますよ。はい、皆さん予定は空けてくれてますか？はいね、まあ、先日フジコバックダンサーが新しく募集してまして、ようやく決まったんですけど、そのバックダンサーのですねチーム名とか考えてみるのどうみたいな提案したら、あーめっちゃ面白そうみたいな話になって、ちょっと今ねバックダンサーのチーム名を考えておきまして、まあフジコのファンの人はフージーズっていう名前やから、このフジコにまつわるなんか名前がいいなと思っておりますので、よかったらぜひご提案ありましたらぜひぜひフジコに教えてください。はい、まあそんなわけで今もう PV 撮影とかですね、ワンマンに向けての撮影とかもろもろが撮影をしておりますけれども、何がっていうとですね、藤子なんか作るのって楽しいなってもう日々思うんですよね。でやっぱ作るの楽しいし、こう見て反応を見るのが一番楽しみ楽しみですね。反応なかったらすごい寂しいですけど、はい、またね PV 今冬のラブソングラストホワイトラブの制作をしているんですけど、もし見たらですねぜひコメントいただきたいなと思っておりますので、ぜひね YouTube とかに上がったらぜひコメントください。よろしくお願いいたします。はい、そんなわけでですね、そのラストホワイトラブとか、プレゼント、ラブコレクションの皆さんとフィーチャリングした I wish a dream come true はですね、もう CD も、ラブコレクション限定で発売しちゃったので、今は配信限定なんですけど、この冬は、去年の12月に発売したからもう3ヶ月ぐらいしか歌う期間なかったんですけど、今年の冬はたくさん、歌う機会があればいいなと思っておりますので、またねよかったら生で、冬のラブソングを聴きに来てほしいなと思っております。その第1回目が、今年のワンマンライブ10月23日でございますので、皆さんぜひぜひ開けてくださいね。よろしくお願いいたします。それではですね、今日も藤子の部屋を最後までご覧ください。 CM いきます。皆さんいかがお過ごしですか。はい、まあそんなわけでね、藤子最近こうワンマンライブの練習とか撮影とかいっぱいあるから、あんまりツイキャスとかね身近に配信できるものがこの藤子の部屋しかないんですけど、まあこの前ねロケで撮影をさせていただきまして、
いろんなね、服とか髪型変えてなんかちょっと外で撮影してみたんですけど、やっぱりね、ちゃんとしたっていうか、写真好きな人が写真を撮るとなんか全然また違うなんか写真になるんですねと思いました。はい。でね、写真を見るとね、こう自分のダメなとことかやっぱり見つかりますよね。いいとこももちろん見つかるんですけど、あ、ここちょっともうちょっと絞ろうとか、あ、もうちょっとここ微笑めばよかったとか、まあいろんな自分が見つかるんですけど、なんかこれを機にですね、なんかいろいろちょっと自分探しみたいななんかものになればいいなと思っているんですけど、今日はですね、ちょっと自分探しの一つとして皆さんと一緒に心理テストでもやろうかなと思いまして、ちょっと心理テストたくさん持ってきました。はーい、やります？やってくれるよね？はーいまあそんなわけでですね、ちょっとみんなと一緒にですね、ちょっと心理テストをして、ちょっと今の自分の悩みとか、なんか自分の今思っていることとか、ちょっと心理テストでちょっと見てみたいなと思います。じゃあまずは第1問目、はい、じゃじゃん。宝石は黄色、赤、緑、黒、茶色、白、青、ピンクの8色があり、好きな色を選べます。あなたならどの色の宝石でペンダントを完成させますか？いや、これもう決まってるでしょ。藤子といえばもうこれしかないですもんね。皆さんは決まりましたか？チチ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 ン。はーい。そんなわけでちょっとこれはですね、あなたの今の悩みの原因がわかりますという診断でございますね。はい、では早速見てみましょう。まずは黄色を選んだあなた、黄色はですね、孤独感が原因だそうです。なんだろうね、表面的には明るく人間関係をうまく持っているように見えても、実は孤独感を抱えているのではないですか。はい。話の分かるいい人を演じすぎて本当の自分の気持ちを言い出せなくなっているあなたは、落ち込みの原因は孤独感にあるようです、だそうです。はい。続いて赤色を選んだあなた、怒りが原因、誰かに腹を立てていませんか？怒鳴りつけたいのに正直切って言えない、ズバリ落ち込みの原因は怒りでしょう、というわけですね。続いて緑色を選んだあなたは、疲れが原因ですね。もっと頑張らなくっちゃと思っているのに、だるかったり眠気とかあったり、まあ何もできなくなっているのではないですか。はあ、落ち込みの原因の正体は疲れにあるでしょう、というわけですね。そして黒を選んだあなたは、恐怖心が原因。わお、そうなんですね。恐怖心、最近プレッシャーにさらされたか不安に直面したようですね。かなりナーバスになっていて、心を閉ざしがちな様子がうかがえます。強がってもろくなことは言えません、というわけですね。はい。続いて茶色を選んだあなた、焦りが原因、満たされない気持ちを抱えていますね。もっと上を目指したいのになかなか前に進めないという気持ちを、持っているようで、安定感のある茶色パワーで落ち着きを取り戻してください。そして白色は心の乱れが原因、最近自己嫌悪に劣ることがあったのでは。はい。落ち込みの原因は自分自身の心の乱れにあるでしょう。ピュアな存在に生まれ変わりたいと強く望んでいるそうです。青色、高すぎる理想が原因、素敵な男性に異性に巡り合えない、なんやろ、志望のポストに手が届かないとか、そんな落ち込みの原因は言うまでもなく高すぎる理想。なるほど、青色選んだ方は高すぎる理想ですね。はい。次、やっと藤子来た。ピンク色、喜びを失う恐れ、めっちゃ怖いやん。最近仕事やプライベートで嬉しい出来事があったようですね。しかし同時にそのことが、なくなってしまうという、不安の恐れがあるでしょう。で、たしピンク色で、そういう幸せな、状況を満喫するにはピンク色の力が、力になる暗示ですと書いてます。長い長いわ、もうびっくりするわ。ちょっともうちょっと簡単なやついこう。あ、これやったら簡単、初めからこれすればよかったな。はい。じゃあ
親しい友達から贈られてあなたが一番嬉しいと思うプレゼントは A 自分で買うにはちょっと贅沢な花束、B アロマボディーソープや天然素材の石鹸、 C お菓子やワインなどの好きな食べ物や飲み物。そうですね、藤子は A かな。そうだね、 A。あーでも迷うな。お菓子も好きやけどアルバムボディも好きやな。全部やな、どうしよう。親しい友達からやろ。あでもやっぱり親しい友達からはずっと残しておきたいから B かな。はい、 B で。皆さんは、あもう一つあった、 D は、デザインが洗練された文房具。いや藤子 D やな、 D です。はい、さてあなたは買うとし、あなたはもらうと嬉しいものはどれですか。はい、それではこの心理テストではあなたが人に押し付けている価値観が分かります。おお怖いな、自分がもらって嬉しいと思うものは人が喜ぶものだろうと思いがち。それを無意識に他人に押し付けているあなた自身の価値観なのです。わーお怖い。はい、 A を狙って、選んだあなた、自分で買うにはちょっと贅沢な花束は、あなたは愛こそ全てという感情の押し売りタイプです。いや藤子はじめこれ選んでたけど、そうなんや、ちょっとそうなんだね。はい、あなた、私はあなたのことをこんなに思っています、べったりまとわりつくような愛情です。嫌な言い方やな。はい、そして B、 アロマボディーソープや天然石鹸素材などを選んだあなたは、あなたはこれが一番楽しいと正義を押し付けるタイプ。私は正しいことをしている、だからみんなも私と同じことをするべきと主張、優等生的な、正義感を持たれている方ですね。そして C、 お菓子やワインなどの、好きな食べ物や飲み物。あなたは役に立たない人間はダメという非常の論理タイプです。そんなあなたが押し付けているのは能力のない人間や、役に立たない人間はダメという人ですね。そんなことないですよね。で D、 藤子が選んだやつ、デザインが洗練された文房具。あーそうかも、あなたは自分のプライバシーを優先するタイプです。あー当たってる。そんなあなたが押し付けているのはつまらないことで、私を煩わすのはやめて。といったちょっぴり高めに立ったエリート意識でございますね。はい、当たってるかもしれないですね。藤子プライベートはすごい大事にするタイプなので、皆さんはいかがでしたか。はい、まあそんなわけでちょっと心理テストをやってみましたけれども、ね、時間が押しているんですけど、最後に一個なんかやっときたいですね。じゃあこれやろうか。今日はあなたの友達の誕生日パーティー。プレゼントは冗談半分でびっくり箱を送ることにしました。そこで本物のカエルのおもちゃにしようと考えたあなた、カエルの色は何色にしますか。1緑、2赤、3黒。そうだね、緑だとちょっとリアルやから緑かな、藤子は。はい、それではこれの答えはですね、あなたのユーモア度が分かる、心理テストですね。1を選んだ緑のあなた、あなたは周りの人とコミュニケーションを大切にするところがあり、イエーイ。そうでしょう、だって本当のびっくり箱やったらね、本当のカエル出てきたら藤子ってびっくりするし。はい、で赤を選んだあなた、ユーモア度は 80%。 あなたは楽しいことが大好きなので、自分が中心となって周りを盛り上げることができるタイプのあなた。はい、ユーモアリーリーダータイプですね。はい、そして黒を選んだあなた、ユーモア度は 30%。 はい、あなたはちょっぴり大人びたところがあり、楽しいことが大好きなあなた。でも大騒ぎすることはあまり得意ではなさそうなタイプですね。はい、皆さんどんな感じでしたか。藤子はこんな感じでございます。心理テストってやっぱり当たっているのかもしれないですね。藤子結構当たっていたかも。はい、皆さんはいかがでしたか。はい、そんなわけでですね、今日もこのコーナーをお届けしたいと思います。それではドン。昔々パピペポ王国にパピとペポがいました。二人はとても仲がいい王国のお姫様でした。ある日、二人は森の中で
小鳥やリスさんと遊んでいたら変な穴に飛び込んでしまい、現代の時代にやってきてしまったのです。ペポ聞いて。うん。最近ね、パピーバイト始めたの。バイトってなんだペポ？バイトっていうのはね、この世界の人々の生活を助けるっていうことだよ。助けるんだペポ。そうなんだよ。パピすごいんだペポ。でしょ。うん。そのパピが働いてる姿一回見に来てくれる？遊びに行くんだペポ。うん、遊びに来て。オッケーだペポ。それじゃあ行くよ。オッケーよ。ほい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。遊びに来たんだペポ。あら、お客様。お客様のペポ。うん。ここにはね、何でもあるから。何でもあるんだペポ。そうなの、お客様の好きなもの言ってちょうだい。オッケーだペポ。うん。ペポね。うん。この世界になりたいんだペポ。うん。だから、うん、みんながお家に一個持ってるやつが欲しいんだペポ。それは何？テレビが欲しいんだペポ。テレビね。うん、オッケー。じゃあ店長に聞いてみるね。聞いてペポ。店長。店長テレビある？テレビ。お客様、ここはテレビがないそうです。ないんだ、ペポ。ごめんだ、パピ。じゃあ、ペポ、うん、学校でみんなが休み時間に遊んでるゲームが欲しいんだ、ペポ。ゲーム？うん。何それ、どんなやつ？なんかピコピコするゲームが欲しいんだ。ピコピコするゲーム？うん、ちょっと店長に聞いてみるね。聞いて、ペポ。ちょっと待ってて。店長！楽しみだ、ペポ。ピコピコするゲームどこにあるの？ゲーム、ゲーム！ない！ない。あ、お客様、ないそうですね。ないんだ、ペポ。そうなんだ、パビ。じゃあ、ペポが大好きなケーキとかを冷やす大きなやつが欲しいんだけど。何それ、何それ。冷蔵庫だ、ペポ。冷蔵庫？冷蔵庫だ、ペポ。冷蔵庫？オッケー。それだったらありそうだよね。うん、聞いて、聞いて。じゃあ、店長さんに聞いてみる。オッケー。店長さん、冷蔵庫どこ？冷蔵庫。冷蔵庫ですよ、冷蔵庫。ない？ないの？お客様、このお店には冷蔵庫がないんだって、パピ。冷蔵庫もないんだ、ペポ。ないの。さっき何でもあるって言ったんだ、ペポ。パピだってね、ここで働き出した時は、うん、何でもあるから、お客様に何でもあるって言っていいよって言われたの。それ、パピ騙されてるんだ、ペポ。騙されてる？うん。嘘。本当に言えばいいんだ、ペポ。やめた方がいいかな。うん、やめるんだ、ペポ。わかった、やめる。店長さん、今日限りでやめます。だからお給料じゃない？今日からこんなお店で働くことになったの。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。また遊びに来たんだ、ペポ。あ、ペポいらっしゃい。ここだったらペポが望みどおりのものがいっぱいあるからね。わー、そうなんだ、ペポ。好きなだけ見てって。ペポね、今お腹空いたんだ、ペポ。お腹空いてる？うん、甘いのが食べたいんだ、ペポ。なるほど、なるほど。甘いものね、うん、ケーキとか。あ、ケーキ食べていいのペポ。分かった、店長に聞いてみる。店長さん、甘いもの食べますか？甘いもの、そう、甘いもの、甘いものない。ないんだペポ。ないんだってさ。ここだって電気屋さんだもん。でもペポ、喉が渇いた。喉渇いた。喉渇いた。オッケー。じゃあちょっと店長さんに聞いてみるね。聞いて、それだったらありそうだよね。店長さん、喉が渇いたって、ドリンクを、なんか、美味しいやつ、ないの？ない？ない。ないだって。なんもないんだ、ペポ。なんもないって。ペポ、お腹が空いたから、おにぎりっていうやつ食べたんだ、ペポ。おにぎり？うん、パペ、ここ、あれだよ。電気屋さんだよ。うん、分かってるんだ、ペポ。そうだよね。分かった。じゃあ店長さんに聞いてみる。聞いてきて、ペポ。おにぎり、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 ない。ないんだ、ペポ。ここないだってさ、ここ。パピ、いつもなんか何でもあるっていうのばっかり働きに行くけど、何もないんだ、ペポ。何もないね。また騙されてるんだ、ペポ。騙されてる？うん。本当に？やめるんだ、ペポ。やめた方がいいかな。うん、パピもちゃんと人のために頑張りたいもん。そうだ、ペポ。やめちゃいんだよ。やめちゃった方がいい？うん、分かった。じゃあやめる。店長さん、もうこんなお店やめます。だからお給料ちょうだい。
なんだペポ？ペポ。うん？パペね。うん。コンビニと電気屋さんで。うん。お仕事したよね。したんだペポ。給料が入ってないの。なんでなんだペポ？なんで？めちゃくちゃ頑張ったのに。働いてた見たんだペポ。見たよね。うん。お金が入ってないの。パピ頑張るなペポ。こうしてパピとペポの冒険は続くのでした。県民の心、僕の言葉、そっと触れるシグナル、ラブリビューティー。はい、今週の藤子での時間だよ。今日はピンクのモコモコニットにふんわりスウェットスカート合わせてみたの。ショッキングピンクは藤子のテンションを上げるカラーなんだ。髪は横に添えるように巻いてみたよ。どうかな。この部屋を最後までご覧いただきましてありがとうございます。ここで藤子のライブ情報をお届けしたいと思います。はい、まずはですね、こちら絶対来てほしいやつ、10月23日は藤子のバースデー&5周年記念ワンマンライブ。はい、こちら
は平日の金曜日でございますけども、ぜひぜひ皆さんにお会いできること楽しみにしております、会場はフラミンゴジアルーシャで、スタートが7時からとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして10月31日はシャナナ TV 公開収録というわけで、場所は中崎町ホールで、入場無料となっております。ぜひ皆さん藤子の部屋の、生収録を見に来てください。よろしくお願いいたします。そして11月7日は音大100周年記念イベントというわけで、藤子を、出演させていただくことになりましたので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。そして11月11日もこれまたフラミンゴジュアルシャでなんとスーパーライブ決定しました。はい、皆さん遊びに来てくださいね。はい、前々から11月11日は開けといてねって言ってたんですけど、ぜひ皆さん開けてくれてますよね。はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、ではそんなわけでございまして、またまたですね、藤子ラジオ岸和田とかにもですね出ておりまして、毎月、第3水曜日は藤子のラジオ岸和田ゲスト日というわけで、こちらも観覧も無料ですし、インターネットからも全国で聞けちゃいますので、皆さんまたコメントとかもね書いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんなわけでですね、また、フジコね、着々とフジコワンマンライブに向けて頑張っておりますので、ぜひね、ワンマンライブ23日開けてくれてるよね。はーい、ありがとう。そんなわけでまた来週もフジコの部屋を見てね。また来週会いましょう。バイバーイ。